こんにちは、土の子です。さあ、救助隊デラックスの方続きやっていきましょう。さあ、幻影の洞窟っていうのがね、出てるみたいなんでちょっと行ってみようか。幻影の洞窟、このメンバーで行こう。何なんだろう、幻影の洞窟って。何階まであるんだ。穴抜けだけしか持ってないんだよね。レベルが高かったらどうしよう。ヤジロン、あ、そんなに強さはそうでもないかな。弾ける炎、いいね、強い。うひょーだよ、ほんと。うひょひょーい。あ、復活の種、美味しい。復活の種、復活の種、いいね。何回まであるんだろう。これはみんな復活玉、みんな復活玉、美味しい。めっちゃいいやん、復活の種、復活の種。やったー、今までずっとあの復活の種がもうなくて困ってたんだけど、めっちゃいっぱいゲットできた。これちょっと何回まであるんだろう。めっちゃゲットしていきたい。復活の種、復活の種率半端ねえな。あ、穴掘りやった。その前にやっつけちゃったんじゃない。でっかく穴掘ったなあ、あのこっち。あ、掘った掘った、よしいぞ、ナイス、いいねー。復活の種、本当に復活の種。ここはあれだね、もう空で来た方がいいな。あれかな、僕全滅したからこういうサービスみたいなやつが来たのかな。サービスダンジョンこれ。あ、やった、ダンバル、よし、いいぞ。種、復活の種、プチじゃないもんね、すげえ。何個手に入る。てか何回まであんの、ほんと。ハテナって書いてあってね。みんな復活玉来た。いいね、これでまたボスに挑戦できるぜ。これさっきのだって、サンダだってみんな復活玉さえあれば絶対勝ってたでしょ。あれ終わった。ヘドロ爆弾ゲット、よし、頑張る仲間に。いやー、いいダンジョンだったなマジで。幻影の洞窟って書いてあったけどさ、あの復活の種とかみんな復活玉は幻じゃないよね。幻っていうオチやめて。ポアルン天気予報、あ、天空の塔とかあるんだ。ちょっと何個もらえたか見に行こう。復活の種、すげえもらえた。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12個、復活の種12個、しかもみんな復活玉も3つ。よし、預けまくっていこう。だいぶ復活の玉溜まってよかった。復活の玉じゃねえ、復活の種が。今依頼がマックスだから依頼ちょっとやんなきゃ。
ずっと出てるわけじゃないんでしょ、幻影の洞窟。消えるんでしょ、ハテナだったし。あ、俺やっぱり消えた。ドーブルの絵が昨日3億ポイントで落札された。すげえ。マジでそんな。ドーブル仲間にしてえな。本気チケットをプレゼント、いいね。ゲストメタモンなんだ。行こうっと。変わり者かな。変わるの、メタモン。あ、変身した。何に変身したの。あー、やばいやばい、大丈夫か。ズバッと変身、ズバッと目の前のやつに変身しちゃったんだな。あ、すごい、待って、マグカルゴにも変身できんの、それは強えぞ。よし、ナイス。いいね。あ、破壊光線もらった。タモン連れてきたよ。メタモンと友達なんだ、モンジャラが。オッケー、よし、半分まで来たぞ。兜、兜を脱ぐ。ジーランスの1億年前の話題にはついてきず、さすがのカブトも脱帽の様子。何の話。あ、すごい、 S なんだ、ランク S だよこれ、難易度。あ、これいいじゃん。同じ部屋にいる敵すべてを一撃で倒せる。モンスターハウスで使うと強力、いいね。あれ、へえ、新しいダンジョンとか出るようになるんだ、キャンプ作ったら。知らなかった。これも作っちゃおう。ハスブレル話聞いてみるか。なんだい。ああ、海の話。あれは溺れたんじゃねえよ、勝手に話作りやがって。本当の話聞いてくれるりゃ、聞いてくれるかいいよ。実は俺、この間海に遊びに行ったんだよ。ほら、ダイビングってやつ。それで気持ちよく潜ってたらよ、少し沖まで流されちゃって溺れてんじゃん。そしたら急に雲意識が怪しくなって、あっという間に嵐になってさ。そしてなんと、そこに海のダンジョンが出てきたわけよ。俺もびっくりして必死で逃げたね。しかしまさか嵐の海にダンジョンがあるとはね。へえ、いい話聞いたな。海のダンジョンのこと詳しく聞きたいって。俺はすぐ逃げてきたからわかんないな。そうだ、ナマズンだったらなんか知ってんじゃないか。へえ、見てみるか。おーい、海のダンジョンを知りたいとな。わしも聞いたことあるぞ。なんでもここの海岸からずっと沖に出たところに波と雨と風が激しい海域がある。嵐の海域と呼ばれている場所だ。そこには地底へ降りていくダンジョンがあり、海がどこまでも黒く暗く、その深さは想像できないほどだということらしい。行きたそうな顔じゃの。気をつけて行ってくるんじゃぞ、嵐の海域。あ、そこ、ういうストーリーもあるんだね。嵐の海域へ行けるようになった。
え、なにこれ、太陽の洞窟ってなんで40回すげえ。太陽の洞窟は何なの。あれどうしたの、ギルルルルル、お腹が減った、どうした、大丈夫か、ボンベお腹すいた、食い物ある、リンゴあるよ、本当に、どんな食い物、はい、リンゴカースペペペ言わないよね。ビゴンベ大好物は、よかった。ああむちゃむちゃに食ってる、うーうまかった、ゴンベ満足、君いいやつだな、お礼にこれやる、ゴンベの腹巻き、じゃあな、腹巻きもらいました。ところでさっきのゴンベのやつは何なんだ、攻撃と特攻が上がるがお腹が減りやすくなる、うーん、なるほどね。滝壺の池、え待って、アイテム見えないんだけど、え道具箱でバツマークがついてる道具はネバついてるぞ、ネバついてる道具は洗濯玉を使うか持ち帰るしないと使えない、ゴミじゃねえか、え待って、アイテム 見えなくなったのとうとう、はあそういうことがある、やっぱりサービスだったんだよね、なんで見えるのと思ったよ、確かに、ナイス、あだからあれだ、わかんねえんだ、あのモンスターハウスかどうかがね、まあこれが普通だよね、6回、いやーさすがあれだな、難しいな、いてマジかよ。待って一発はきついって、うわきつ、やっぱりちょっと厳しいね、たまたまやって終わるか、ちょっと強いわ、ダンジョン脱出しますはい、2つクリアできました、むずいね、やっぱもっと準備が必要だな、うわドジョッチもめちゃめちゃお金もらえた、ラフレシアさんの悩み、大きな花びらが美しいラフレシア、たくさんのアレルギー花粉をまき散らすこともあり近寄りがたい存在だ、花びらのせいで頭が重く疲れてしまう、わかる、はいということでね、今回ここら辺で終わっときましょうか、ちょっと救助をしつつ
じゃああれだね、救助しつつサンダー、ファイヤー、フリーザーとも戦いたいし、新しいとこなかなか難しいけど、復活の種ね、いっぱいゲットできるところが出たりするので、ああいうのが出た時には絶対行った方がいいね。ということで、だいぶね、なんか自由度が増して、こんな、あの洞窟もあるよってこう見せられた感じがして、ちょっとワクワクですね。よかったらまた次回も見てください。それじゃあ、土の子でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。